はい、おはようございます、トニダーシです。ではスターオーシャン2のリメイクやっていきましょう。今回は話を進める前に仲間を集めましょうということで、まあ集めませんけど、今回はですね、もう一人ちょっとイベントをやっていきたいなと、まあ、いい感じですね。ここから先進んじゃうと、もう一生仲間にできないイベントがあるみたいなんで、やっていきましょう。あなたたち知っていますか？サルバの町で相当の竜の化け物が出現したそうです。その名はキングギドラ。サルバの町？ああ、そうじゃ。前々から竜を見たという人はおったんじゃが、どうやらただの噂ではなかったようじゃな。なんかロマン感じるな。竜って聞くさ。アレンの次は何なの？アレンがもうなんかモンスター扱いされてる。アレンって誰ですの？ああ、恋方系です。詳しいことはわかりませんか？竜を倒せる人を探しているようですよ。なるほど。でもその話を聞いてサルバに出かけた戦士が多かったから、もう解決しているかもしれませんね。なんだろう、少し気になるな。まあサルバ行動には近寄らない方がいい。どうせお前さんたちには倒せないじゃろ。わしがあと10年若ければサルバの竜なんてイチコロなんじゃがの。ということですね。こいつは10年若返ったとしてもいかねえだろ。ということでサルバ行きましょう。はい、どこ行けばいいんだ。こっち行くか。はい、サルバ着きました。そんなわけで、まあサルバコードの奥に行くわけですけども、でここで一人アシュトンという仲間が加わるみたいですね。ただアシュトンを加えると、この後別のイベントで仲間にするイベントが別であるんですけど、別のね、別の人のが、あ、それが仲間にならなくなっちゃうので、今回はアシュトンスルーします。仲間にはしませんが、イベントはやります。お前たちで、いいんだよな。立ち入り禁止だぞ。はい、僕たちは竜を倒しに来たんですけど、それでも入れてもらえないんですか？お前たちがか、冗談だろ。冗談じゃありません。私たちは本気で言ってるんです。まあ誰でもチャレンジする権利はあるんだけどな。やばいと思ったら帰ってくるんだぞ。アトラクションちゃうね。さあ竜を倒しに行きましょう。そうだ、今行動に入っている選手が一人いたんだ。おう、協力するのはいいが邪魔はしないようにな。もしかしたらディアスかしら。また出張しちゃうよ、ディアスの名前出したら。でなんか敵が強いらしいですね。敵が強いらしいですね。これさあ行きましょう。あ、上だな。オッケー。これこの中でさ、移動できねえのか。いけるねえ。おーおいおい、そんなんでいいのかお前。でこっちか。ここの敵はもう雑魚だよな。ほらもうほら、びっくりすらしねえもん。お前らも鍛えろ、自分もな。あ、そうか、もう行けなかったところだ。ははーん。この先は竜の巣。あ、そうだ、竜の巣とか言ってた。気をつけていきましょう。はい、めちゃめちゃ強いらしいですね。弱えな。いや、先にこっち行きたいけどね。スイッパー、そんな驚くことか。うん、なかなか目的地がいかないよ。フェインフェル、フェインフェル、フェインフェルが一緒か。レーナーは特に今なんもないもんな。枕つけちゃったわ。
ねえな。いいか。なかなかいかないから。よし、やっていこうか。誰？あれがアッションか。今の人誰だろう。きっと竜を倒しに来た人ね。そういえば入り口の人が協力しろって言ってたっけ。で、あ、でも敵強くなってる。ちょっと戦おうか。こっち向けだ。気をつけろ、気をつけろ。あ、これは強そう。いけ。武器なかったら結構きついな。ダマスクス。レベルアップしねえのかよ、レナ。お前がいない間にだいぶレベルアップしたぞ、こっちは。はあはあ、こっちかな。でかい。なんだこいつ。これ一気にやる。やばい、俺がブレイク。あ、違った。え、俺もブレイク。敵もブレイク、俺もブレイク。死んでるー。よりにもってお前かよ。すまん。なんか覚えた。ごめんな、レナ。ごめんな、レナ。ブリガンディ。あいつ何なんだ？強かったな。よし、行くか。まあ、だいたいまあ、道なりっぽいな。なんかまあ、ちょっと レナのレベルをちょっと上げていかないといけないから。頑張りましょう。よし、ゴールドピアス。ああ、強いやつでさ。いや、これレナ。あ、レナさん。あ、レナいけるわ。よし、勝ったわ。意外に弱すぎる。なんかわちゃわちゃする間に勝っちゃった。はい、あらかた取ったかなと思います。では竜を倒しに行きましょうか。本当に竜じゃん。あ、いいな。あれ、いいな、二刀流か。蛇じゃねえか。どうやら一足遅かったようだな。どういう意味で。なんとか助けられないもう見とるな。見る、なんかそんなこと言うてる間に助けろ。でもみんなで戦うには狭すぎるな。そんなこと言っとんだよ。なんか言ってやるや。じゃあ黙って見ていましょう。え、それでいい。でもせめて応援くらいしてあげましょうよ。そんなんでいい。そうだな、そうだな。頑張ってください。ほら、もっと腰を落として。何の話をしたんだよ。悪いんだけどもうちょっと静かに。若かったな。あ、後ろ。なぜ武器を収めたのか。何してんの。え、すごい光だったわね。目がくらみそうよ。あれあれ、あの人はどこ。それに竜もいないわ。え、何その怪奇現象。竜はどこだ。いや、アナさん。いや、シムラ、後ろ。ねえ、君たち、リュウはどこに行ったか知らない？
ねえってば。おーおーおい、この声似合いすぎだろ。背中に。え？かわいいな。ヤフフーン。ヤフフーン。ふぎゃふぎゃ。こいつは何がしたかったの？この竜は。うわあ。いいじゃないか別に。よかったですね。あれこいつ仲良にしてもいいような気してきた俺。なんか別に悪くないな。悪くないよ。どうよ。全然良くないよ。この背中の竜は何なの？知らんがな。何でしょうか。背中の竜だから背中の竜なんじゃない。どう考えたってさっきまで僕が戦っていた竜じゃないか。なんで背中に取り付いているんだよ。知らんがな。と僕に言われても。君たちが後ろで騒いでいたからこんなことになっちゃったんじゃないか。まあ確かに。もう少しで倒せるところだったんだぞ。まあそれに関しては否定しようがないな。責任は取ってくれるんだろうね。急に重いこと言うな。僕を傷物にした責任は取ってくれるんだろうね。いいじゃないか、ちょっとモテそうだよその後ろの竜。どうすればいいんですか。当然この竜を払い落とす方法を一緒に探してもらうんだよ。本当に。当たり前だよ。こんな竜を背負っていたら僕の人生が台無しになっちゃうじゃないか。いや俺全然いいと思うけど、仲良くやればいいんじゃないかな。はい。めっちゃ声出た。ここで責任を取るってすると、以降アッションが仲間になります。アッションって言うてる言うてるけど、責任を取らないってすると、次まあここでは仲間にならないんですけど、違う人がね仲間になるパターンに入ります。で本来はクロードだったら全員がまあ一人しかいないんですよ、自分だけなんで。普通は取るんですけど、普通は取るんですけどね、ちょっと悩むな。ちょっと悩むな。なんか普通に全員欲しくなったな、今のこのここまでの戦闘でさ、めちゃめちゃ後ろを抜かれてやられてんだもんな。しかしだよ、俺はこういう去って先に来たやつを仲間にしちゃうっていうのをね、なんか後から後悔するパターンなんだよね。しかし次に、次仲間にするやつが結構いい感じなんだよ。結構いい感じなんだよ。というわけで、明日、取らない。じゃあな。いや、僕たちのせいじゃないと思います。カスすぎる。なんだよ、それ。どういうこと？カスすぎん？だって、あの時振り向いたあなたが悪いんだし。まあ確かにな、それは確かに言えてるわ。ちょっと待ってよ、それじゃ全部僕のせいだって言うの？はい、そうじゃないかな。あ、レナまでも乗ってきた。なんならセリーヌ一言も喋ってね。これは全部僕が悪いって言うの？めっちゃめっちゃイチャイチャしてるよ今のうちだ。レナ逃げちゃおう。いやそんなんでいい？そんなんでいい？本当にすげえ後味悪いな。いやあ、危なかったな。でもちょっと悪いことしちゃったかしら。相当悪いよ。責任取ってる暇なんてないんだもんな。そうよね。こいつらマジで。追いかけてくる前にさっさと行きますわよ。一番怖いわこの顔が。はい、そんなわけですね。残念ながらアシュトン名もなきアシュトン仲間になりませんでしたね。でここで仲間にするとこの後まあ一本仲間になるんですけど、アシュトン用のイベントとかあって、あ、これまだ仲間になるな。これまた来た。逃げるなんてずるいよ。はっ、僕を傷物にした責任は取ってもらうよ。嘘、僕はアシュトン。あ、な、長い付き合いになりそうだね。無理やり仲間になった。ついてる、尊敬し。それで普通に仲間になってる。方法は、僕にもわからないんだけど。普通に仲間になってる。
ちょっと、ちょっと待ってくれ。普通に眺めになってるけど、どうすんだよ、これ。なんだよ、お手上げじゃないか。ギャギャフフーンいいんだけどな、全然、キャラクター的には。ああ、お前たちに分かるもんかーいって。言葉分かるんかい。ムカつくな、こいつら。本当にな。でも、可愛げがあるじゃない。そうかな。こっちの子は瞳がギョロッとしていて、これはレナ好かれるパターンだな。こっちの子は瞳がうるうるしていて可愛いわよ。ギョロとうるか、名前は。レナ、そういう問題ではないように思うけど。ねえ、名前をつけてもいいかしら。はい、どうぞ。こいつらに？だって旅の仲間じゃないの。そうだけど。そうだな。そうだわ。瞳のうるうるしている方がうるるんで、ギョロッとしている方がギョロね。まあそうなると思ったよね。安易だな。なんか言った？いや、何も言ってません。何も。それで僕はどうしたらいいと思う？何も方法を知らないんだよ。知らんがな。だったら本で調べるのが一番かもしれないわね。本？ええ、本のたくさんあるところなら何かヒントが見つかるかもしれないでしょ。うん、そうか。でもどこで調べるの？マーズの長老様のところにたくさん本があったじゃない。そうか、あそこなら何かわかるかもしれない。はい、ということでアシュトンが無理やり仲間になってしまいましたね。まあ、こうなったらとりあえずアシュトンのイベントを最後までやってあげようかなと。そして全ては時が、まあ、戻っちゃうんですけど、まあちょっとそれでどこまでいけるかちょっとわかんないけど、このままアシュトンを仲間にしていきますか。まったく、もうアシュトンは、あー、なんかちょっと強い武器あるね。これにしようか。最強装備、あ、すでに最強装備だったわ。まあそんな感じっすね。なんか強いやつない？いいじゃん、ドラゴン用竜専用の特殊なカブト、いいじゃん、お前につけてやろう。はい、うん、じゃあこいつの話を進めますか。仕方ねえな。竜を倒したってのは俺です。正確には倒してないんですけど、後ろに生えてっからな。よくやってくれた、褒美の品だ、持ってきな。やったぜ。あ、こっちが強い、全然強いわ。オッケー、でよし、じゃあまず行くか。まずPA があるな。 PA はまああとにしよう。はい、お前もうすっかり仲間面だな。お前はもう今だけの一時的なパーティーだからな。分かってるだろうけど。はい、ということで次アシュトンの話を完結させたいなーって感じですね。ではまた頑張りましょう。バイバイ。